またいらし。ねえ、次はどこに行くの？喉が渇いちゃった。始めますよ。ちょっとやばいですね。いけそうですね。ガンガン行くわよ。菅原エリス、やったー。次も任せてよね。問題ない。お前らのことは必ず守り抜く。かわいい魔物もいるのね。かわいいですかね。かわいいわ。宝箱か。必要なら持っていくんだな。足が痛い。軟弱ね。鍛錬が足りんな。行きましょう。勝利目前です。この調子だ。くらえ。やった。
させてやるわ。なのでもらっていきましょう。問題ない。少し休んでいくぞ。襲っちゃいますよ。だったら目的地に着くの？行きましょう。守りなんて性に合わないわ。今回の依頼はうまくいきそうなのか？大丈夫よ、ルーデウスはすごいんだから。はい。気楽に言ってくれるな。
足が痛い。軟弱ね。鍛錬が足りんな。行くわよ。気を引き締めるんだな。私はいいわ。落ち着いてください。というと？はい。嫌よ。大丈夫ですよ。お前たちの故郷はどんなところだ？僕は田舎でしたけど。始めますよ。この剣すごくいいわ。ねえ、さっきの私見た？ええ、さすがはエリス。やった！次も任せてよね。宝箱ね。早く開けない。ワクワクするわ。後悔させてやるわ。こんなもんですね。皆さん、少し休憩しましょう。宝箱ですね。せっかくなのでもらっていきましょう。ゲームは1日1時間。何を言っているんだ。あ、いえ、ただの独り言です。問題ない。
当然の結果だ。やったやった。皆さん少し休憩しましょう。始めますよ。問題ない。美味しいもの食べたいですよね。虫は嫌よ。僕だって嫌ですよ。武器についた血のりはきれい。問題ない。張り切っちゃいますよ。ジェットフレーム、ガンガン行くわよ。気を抜くな。いけそうですね。やった。着実に俺も。宝箱、必要なら持っていくんだ。始めますよ。張り切っちゃいますよ。ジェットフレーム、ガンガン行くわよ。
けるぞ。当然の結果だ。あら、休憩するのね。ルーデウス、今日のご飯は何？行くぞ。どうかしら。ええ、そうだな。さあ、報告に行きましょう。ねえ、いつになったら目的地に着くの？まあまあ、もうちょっと頑張りましょう。問題ない。張り切っちゃいますよ。シュートフレーム、やりました。さあ、しっかり準備しましょう。宝箱ですね。せっかくなのでもらっていきましょう。ルーデウス、今日のご飯は何？グレートトータスの干し肉ですよ。焼いた肉がいいなら捕まえてくるぞ。勘弁してくれ。あれは焼き肉じゃない。後悔させてやるわ。ちょっとやばいですね。この技で。いけそうですね。ガンガン行くわよ。張り切っちゃいますよ。シュートフレーム、やりました。悪く、いいですか？よく聞いてください。それでは。そういうわけだ。頑張るわ。剣士と戦士、そして魔術師の俺。ここにゲームならもう一人ヒーラーが欲しいところだ。そういや、
教えて。まあ、できた、できたよルディ。あっさり取得されてしまった。ということは、ああ、ルーデス、あちらに反応がある。ええ、行きましょう。これでいいですね。押せ押せね。これでストーンキャノン。この調子だ。お前らのことは必ず守り抜く。気を引き締めるんだな。兄弟ではなかったのか。そうよ。問題ない。なんとかしてみます。アーツボール。勝利目前です。相手にならないわ。この剣すごくいいわ。この状態で先に進む、己の力を見直すことは大切なことだ。ルーデスはね、私の魔術の先生なの。そうか、兄弟ではなかったのか。そうよ。
槍を使ってるのって問題ない。調子いいですね。ちょっとやばいですね。気を抜くな。無駄だ。お前らのことは必ず守り抜く。気を引き締めるんだな。お前たちの故郷はどんなところだ？僕は田舎でしたけど、のどかで明るいところでしたよ。私はね、でっかい城塞に囲まれた町よ。そうか、いいところなのだな。大丈夫ですか？エクスヒーリング。どうですか？エクスヒーリング。この技で
じゃありません。まずいな。まだピンチじゃありません。大丈夫ですか？エクスヒーリング、大丈夫ですか？エクスヒーリング、うかつすぎる。大丈夫ですか？エクスヒーリング。
大丈夫ですか？エクスヒーリング、大丈夫ですか？エクスヒーリング。調子いいですね。この調子だ。押せ押せね。いけそうですね。当然の結果だ。いいですね。いい感じです。当たり前よ。ふむ、ルディのおかげだよ。そういや、スペルド族だ、助けてルディ。大丈夫さ、シルフィ。あの目を見てごらん。優しい目をしているだろう。もうルディが言うなら信じる。てか、あんた何よ。僕はシルフィ。声が小さいわ。もっとはっきり言いなさい。シルフィエット。あれ、よし。どう。ねえねえ、エリス。
報告に行きましょう。ねえ、次はどこに行くの？いらっしゃい。今はこのような依頼があるわ。依頼をこなしたよ。さて、どの依頼にしましょう。依頼をこなし、またいらしてね。後から聞けば、シルフィンも転移災害に巻き込まれていたという話だから、もしかしたら本当にシルフィンがいる可能性もあったかもしれないな。シルフィエット、ブエナ村での唯一の友達で今の俺の奥さん。まだ娘も小さいから連れてこれないけど、また揃って挨拶に来るよ。シルフィと結婚した経緯はまたその時に話すよ。今日だけでは話しきれそうにないし、無影症魔術が使えるし、俺が唯一無影症できない治癒魔術の無影章もできる。代わりに俺より魔力が少ないが、一長一短だ。シルフィーがあの時にいたら、もっと旅が楽だっただろうな。ねえ、次はどこに行くの？いらっしゃい。